島。今日の北広島市を築き上げてきた人たちが、仕事や暮らしの中で毎日のように手にしてきたたくさんの道具たち、長年にわたって磨き込まれた色つや、すり減った持ち手、これらの使い込まれた道具たちが物語る広島村の時代、広島町の日々。今の道具と比べれば材質もデザインも違うけれど、展示資料を見たり触れたり音を聞いたりしながら、道具たちの物語に耳を澄ましてみませんか。地震の駅企画展、仕事と暮らしの道具展、大正昭和の時代からへようこそ。今回は北広島市教育委員会エコミュージアムセンターが所蔵する6000点余りの民族資料の中から選び、3つのコーナーに分けて展示いたしました。はじめのコーナーは仕事の道具です。開墾や山仕事に使われた道具、島松軟石を取ったり加工した道具、農業の道具などのほか、馬や牛と共にあった仕事に関する道具なども展示しています。北広島の開拓は明治時代から始まりましたが、終戦を迎えた後にも戦後開拓で入植する人々がありました。一つ一つの道具に先人たちの思いが染み込んでいて、昔のロークを物語っているようです。次のコーナーは暮らしの道具です。わあ、古い道具いっぱいあるね。普段の生活で使われてきた道具の中から、すでに使われなくなって久しいものや、現在のものと形や材質が比べられるものなどを展示しています。ここに展示された資料はどれも生活に欠かすことができないものたち。見ているだけで懐かしい日々が思い出されます。初めてテレビが来た日のこと、保護者総出で作った学校のスケートリンク、大雪の日にかんじきを履いて出かけたこと、石炭箱に石炭を入れてきてストーブにくべたり、灰を捨てるお手伝い、真っ黒になってしまった煙突掃除、朝は湯たんぽのお湯で顔を洗ったこと。こちらには昔北広島で使われていた教科書を展示しています。今も昔も生活に欠かせないお金、昔使われていた硬貨や紙幣なども収蔵資料から選んで展示しました。ここからは体感体験コーナー。わあ、いっぱいあるね。音コーナーではレコードやそのシートなど、今の子どもたちには馴染みのないものが並んでいます。視聴することもできます。実際に使われてきたバレエの音を聞いてみましょう。絹コーナーでは、昔の人たちが冬に外出するときに羽織った美濃や深靴を身につける体験ができます。どうですか？似合いますか？似合う。この日は市内の小学生が見学にやってきました。今ではもう目にすることのできない道具たちが次々と子どもたちに語りかけてきます。昔にタイムスリップしたみたいだね。入んない。筆箱とかしか入んない。ああ、そう。重い。昔の電話って不思議でした。
昔の人がこんなの作るなんて思っていますね。すごい。この素材はすごい。これらを見ていただいて、子どもたちにはどんなことを感じてもらいたいと思いますか？本日は社会科の学習の一環として来ています。ここの施設を見学して、北広島の昔の人たちがどのような暮らしをしていたか、自分たちの住んでいる北広島がどのように作られてきたのかということを学習してほしいというふうに思っております。この仕事と暮らしの道具店では、そんなに遠くない昔の時代にどんな道具が使われてきて、それが今の仕事や暮らしにどのようにつながっているのかを知ることができます。子どもたちにも大人の皆さんにも、そしてこれらの道具を実際に使っていたご高齢の方たちにも、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。これはもう見るっきゃないね。仕事と暮らしの道具店は11月29日まで開催しています。